本日国会で定年退職の年齢を45歳まで下げる法案が可決されました。へえ、45歳かって、俺来年じゃん。俺の名前は下田、どこにでもいる普通の会社員だ。ちなみに現在44歳。法律の改正により我が社の定年退職の年齢も下がることになった。マジかよ。じゃあ俺来年には定年退職なのか。まだまだ働いてばかりの日々が続くと思っていた俺にとってのこのニュースは嬉しかった。定年退職であればそれなりにまとまった退職金も出るし、一応貯金もあるので退職した後も生活には困らないだろう。それに年金だってある。来年からは働かなくていいのか。じゃあ毎日趣味の釣りにも行けるな。仕事を始めてからは忙しくて趣味にも没頭できなかった。定年退職を迎えたら思いっきり自分のしたいことをして毎日を平穏に過ごそう。そんなことを考えながら俺は仕事をしていた。はぁ、定年早すぎだろう。来年からどうしよう。え？でも退職金も出るし大丈夫だろ。そうか、俺たちこれから何年生きるかわからないんだぞ。生きてりゃ金がいる。こんなに早く仕事を辞めさせられても困るだけだって。まあ確かに。お前も少しは今後のことを考えた方がいいぞ。働かなくていいからと俺はあまり深く考えてはいなかったが、確かに言われてみれば同僚の言う通りだ。生活をするためにはお金がいるし、お金を稼ぐには働き口を見つける必要がある。あなた、お父さんなんだけど、やっぱり施設に入れた方がいいんじゃないかしら。やっぱりそうかな。また深夜に家を出てフラフラされたら大変よ。そうだよな。しかも両親の介護や家のローンのこともあり、俺は一気に現実に戻された気分だった。確かに同僚の言う通りかもしれない。このままでは退職金なんてすぐになくなる。貯金だってそんなに多いわけではないから、やっぱり働き続けないと生きていけない。しかし時間というのは放っておいても流れてしまう。あっという間に俺は定年退職を迎える年になってしまった。すいません、なんとかもう少し働かせてもらえませんか。俺は上司に直談判をした。この際社員じゃなくても嘱託職員でもいいと思った。しかし。すいません、下田さん、会社の方針もこの1年で大きく変わりまして、今は若い世代を育てるのに尽力することになり、下田さんを雇う余裕が会社にはないのです。そんな、どうしようかな。これから俺は会社を定年退職した。退職金が出たものの将来の不安は消えない。とりあえずハローワークに行くか。俺は新しい職場を探しに行くためにハローワークに向かうことにした。定年退職の年齢が引き下げられてますからね。あなたのスキルが活かせそうなところは若い人からの人気もありまして。なんとかなりませんか。正規雇用はほぼ無理ですね。バイトならなんとかなるかもですけど、あなたの望む職業はちょっと。そうですか。仕事は工場でのライン作業や工事現場の仕事ばかり。給料も決して高いと言えない。そうですか、わかりました。またダメだったか。紹介されたバイト先に応募してみても年齢のせいでどこも相手にしてはくれなかった。一体どうすればいいんだ。起業？どうしようかと悩んでいると、俺はスマホサイトの起業家募集の広告を目にした。なるほど、どこも雇ってくれないなら自分で起業するのもありか。最近はネットで動画の投稿をして広告収入で生活をする人もいるらしいし、どこも雇ってくれないならと俺は自分で店を出すことに決めた。店は唐揚げの専門店だ。持ち帰りのみで唐揚げの種類も豊富にし、様々な年齢層を引き込むために3個入り100円というリーズナブルな価格設定の商品を中心に店をオープンした。これで稼ぐぞ。俺の第二の人生スタートだ。最初は順調だった。はい、いらっしゃいませ。唐揚げ3個ですね。かしこまりました。
仕事帰りの会社員や部活終わりの学生、主婦なんかも買いに来て大盛況だった。このまま行けば将来も安泰なんて思っていたのだが、嘘だろ、なんでこんな近くに。別な唐揚げ店が俺の店の近くにオープンしてしまった。しかもその店はネットで大人気のチェーン店。俺のような個人経営の唐揚げ屋では太刀打ちできるはずもない。はぁ、今日も赤字だ。このままじゃ店が。唐揚げ屋の売り上げは急激に落ちた。このままでは開業のために投じた費用も回収できない。それどころかどんどん負債は増え続けてしまう。やばいぞ、このままじゃ将来安泰どころか借金地獄だ。俺はこれ以上負債が増える前に店を撤退した。なんとか借金はしなくて済んだが、店を出すために退職金を少し使ってしまった。もうなりふり構っていられないぞ、なんとか仕事を見つけないと。俺は再び求人雑誌を見たり、ハローワークに通って面接を受けまくった。もう何が嫌だとかこれが嫌だとか言ってる場合ではなかった。下田さん、早くしてくれよ、終わらなくなっちまうぞ。すいません。俺は現在工事現場で肉体労働をして働いている。労働環境は前の職場と比べるとかなりきつくなった。常に危険と隣り合わせだし、給料も半分ほどになってしまった。ああ、もういいよ、下田さんはそこで片付けしてて。はい。年のせいもあり、前世紀のように体が動くわけでもなく、俺は職場でいつも叱られていた。生活はなんとかできている。貯金と退職金の残りを切り崩したのと、給料で毎日生活をしている。ただいま。はあ、疲れた。最近はいつもクタクタになって帰ってきている。サラリーマン時代でもここまで疲れて帰ってくることなんてなかった。あいってって、腰が。最近では腰を痛めて病院に通院もしている。その費用もかかるので生活は節約、節約の毎日だ。はあ、前みたいに定年が65歳だったらこんな苦労しなくてよかったのかな。俺は今年で50歳になる。以前であれば今も会社でバリバリ働くはずだった。昔はこれで仕事から解放されると喜んだが、それは大きな勘違いだった。働けるうちに働いて将来の人生設計をしておかないと、今の俺のように退職後に苦労をすることになってしまう。さて、明日も早いし、早く上がって飯を食べて寝よう。昔は大喜びした定年退職の年齢引き下げだったが、今では疑問に思っている。なんで定年退職の年齢をここまで引き下げたのかと。俺のように定年退職後に職がなくて困っている人が大勢いると、この前テレビでも言っていた。まだ仕事がある分、俺は幸せなのかもしれない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。